加加盟盟国数字は加盟した年代を表すアフリカ統一機構は、かつてアフリカに存在した国際組織、国連憲章と世界人権宣言を尊重し、アフリカ諸国の統一と連帯を促進し、人民の生活向上のための相互協力、調整、国家の主権と領土を守り、独立の擁護、新植民地主義と戦うことが目的。 1963年5月25日発足。2002年7月9日にアフリカ連合へ発展したアフリカ地域諸国の連帯、団結により政治的、経済的発言力を強化することのほか、植民地主義と戦うことを目的とする世界最大の地域統合だった。特に冷戦期においては大国による武力介入の可能性を考慮し、 政治的中立性にも配慮して、戦争や人権侵害を防止できなかったことから、独裁者クラブと揶揄されることもあった。ただし、チャドリビア紛争では平和維持活動として、ザイールとナイジェリアとセネガルによるインターアフリカ軍を派遣した。1963年、エチオピア皇帝ハイレセラシエ一世、エジプト大統領が回るアブドゥルナーセル、 ガーナ大統領クワメエンクルマラの尽力で発足した。エチオピアのアディスアベバに当時のアフリカ独立国33カ国のうち除外された南アフリカ共和国と不参加のモロッコ、東合を除く30カ国の元首政府首脳が会議を開き、検証に調印した。加盟国は OAU 成立以前の政治状況を反映して、 大きく三つのグループに分かれており、いくつかの問題で対立が見られた。1961年1月にできたカサブランカグループ、1960年12月にできたブラザビルグループ、その他のリベリア、東郷、ナイジェリアなどのモンロビアグループが存在していた。しかし、ハイレセラシエ一世の仲裁もあって、反アフリカ主義の元アフリカ統一への気候の設立を実現させた。 アディスアベバで会談するハイレセラシーへ一世とエジプトのナセル1994年にアパルトヘイトを廃止した南アフリカ共和国が加盟することでモロッコを除くすべてのアフリカ諸国が加盟することとなった。モロッコは1963年の設立時より加盟していたものの1982年にモロッコが領有権を主張する西サハラのサハラアラブ民主共和国が OAU に加盟したことに抗議し、1984年11月12日をもって、脱退、皇族のアフリカ連合にも参加していなかったが、2017年再加入した。ありがとうございます。